あ、どうも。今回は伊藤バレーボールのオーディションに参加していただきありがとうございます。今回審査を担当します福山です。よろしくお願いします。ズーン。はい、ありがとうございます。今日も元気な人たちが多いみたいですね。なんかハラハラしますね。はい、このオーディションの趣旨は、もういいですね。ね、省いていきましょうか。ね、OK。はい、では最初の方から。伊藤志郎です。はい、なるほど。伊藤志郎っぽいよ。ズン。え？はい、ありがとう。はい、じゃあ次の方行きましょうか。どっち言えばいいですか？伊藤志郎ですの方で。あれは伊藤志郎。僕は審査員やから、皆さん静かにしてください。静かにしてください。僕は審査員やから。2回言いましたよ。皆さんが聞いてくれなあかんから。はい、じゃあ次の方いきましょうか。さっきみんなが審査員さんの福山さんのモノマネ見て、ひどいなーって言ってた時あったじゃないですか。それがどうかしました？あの時言ったんです。伊藤志郎ですって。あ、すいません。さっき言ってくれてたんや。ごめん。他の人たちの声にかき消されて聞こえなかった。もう一度お願いします。あと、みんなが、2回言うたなとか言ってた時あったじゃないですか。うん。あの時にも言ったんです。伊藤志郎ですって。ごめん、その時も他の人の声にかき消されて聞こえなかったわ。自分まあ悪いで。もう一回お願いします。へえ、もう一度ですか？というかこの説明中にも2回言ってるから5回目になるんですけど。じゃあ、わ。ごめんね。はい、じゃあ次の方。伊藤さん。やっぱり自分もう一回言った方がええで。いや、いいよ。どうせ福聞いてくれへんし。福山な。福山聞いてくれへんし。呼び捨てかい。さすがに。呼び捨てはやったらいいかも。はい。オッケー。大丈夫。そんな気にしてないからね。はい。オッケー。時間がないからね。急ぎますよ。ね。はい。じゃあ次の方、お願いします。伊藤志郎です。皆さん、そんな必死にならなくて結構ですから。今、4番目の方の審査やから。あ、確かに急いでんねんけども、1人ずつちゃんと見ていきますから。皆さん落ち着いて。ね。はい、次は5番目の方かな。伊藤志郎です。
ちゃんと一人ずつ見ていきますから。はい、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 ちょっと待って、いや、じゃあ6番の方。伊藤、お次です。お次です。伊藤バレーボールのオーディションやから。おすぎ関係ないですよ。みんなちょっと落ち着いて、肩の力抜きましょう、抜きましょう、リラックス。もうダメですよ、もうダメですよ。はい、じゃあ次の人。あの、空気読んでおすぎって言った方がいいですか？あ、やっぱりそれは。いや、空気って何？伊藤四郎でお願いしますよ。空気なんていらないでしょ。伊藤四郎でお願いしますよ。伊藤四郎でお願いします。おすぎです。